まずは4の動きを当初やって4つったらまず横に出して、あ、素晴らしい、横に出して、横に出して、パラダに行く、横に出して、今はジャブで2人が中に入って、また同じこの形になります。これ、わかります？リアクションなし。もういいよ、やめろって感じ。説明の仕方はちょっとお願いします。説明の仕方わかんない、わかんない。じゃあ、ユウシいるでしょ、前からって、ユウシ。そうだな、ウダウダして、今日、体験参加の野崎がパリに説明しちゃうよ。お願いします。先輩、はい、じゃあ、ユウシ、ほら、既存のメンバー、お前だ、ユウシ。で、これは、ここの人が最初にウダを狙う戦術で出して、ユウシ、はい、で、4枚必殺、まあディフェンスバカかもしれないけど、4枚並んでたらここに上のマークが基本的にユーシーがブロックに来て、で、上のマークが裏を狙うイメージで、裏が、でもし嫌だったらユーシーと今までワンツーでもいいし、まあ、一番はユーシー側のマークを入ってくれて、裏を狙うイメージもパスマークながら裏を狙うユーシーでも必要です。でも帰って今分が抜けるフリーシーが待って、山のマークを取りに行く。で、俺は本来だったら、先端の球のフリーシーを取る。今分はパーに入る。どうな感じ？この球の足を取りたい。形、分かりやすいです。やっぱり今村みたいに、ただパス回す。ちょっと待てよ。